はい、どぶろきです。皆さん、変な違和感があるんじゃないでしょうか。そうなんです。タイトルでわかる通り色がないんです。今回この本体の設定から画面の色合いを変える、これをね、グレースケールにしてやります。で、今4人いるんですけど、俺だけじゃなくて他の人もグレースケールでやると思います。ただ4対4だとちょっと、ちょっとなんか多くて大変かなと思ったので、ここはあえて2対2で戦っていきたいと思うんですけど、皆さんはこれを真似しないように、ノラとかでは真似しないように、プライベートマッチみんなで遊ぶのは全然ありだと思うんですけど、レギュラーマッチとかガチマッチとかみんな真剣にやるところは真剣にやりましょう。グレースケールはプライベートマッチだけ OK ということでですね、今回はグレースケール色のない世界でスプラトゥーン戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。猫鳴いてるこれ名前もさ、武器を何使ってんのかもちょっと分かりづらいんだけど、これどうしよう。今日の動画すごい、ほんと昔のテレビみたいになっちゃうかもしれないけど、みんな見にくいけど、昔テレビ見てる人はこんな感じで見てたんだよ。白黒テレビってこんな感じなんだよ。はい、間違えしました。マリバトル、待って、おかしいぞ。なんかがおかしい。昔のテレビや古い時代に戻ったタイムスリップしてる。よろしくお願いします。2対2なので、とかどこ塗ってんのかわかんないよ。まあ、でも若干わかるけど、これ相手チームのインクとわかんなくね。どうすればいいんだ相手チーム。あ、やべえ、マルチミサイル来たけど、これはさすがに避けれる。色一緒すぎて、うわー、ちょっと濃いかもしんない。灰色が、やばい。あ、待って、これちょっと、ほら、ずっとナイスだわと思ってた。ずっとナイスだ、全然違った。ナイスナイス、あいち。やばい、もう武器すらもわかんない。昔ポケモンじゃなくて、なんか、あ、言っちゃまずいかな。ディズニーのこと言っちゃまずいと思うので、ディズニーって言うんですけど、最初のディズニーの映画も、なんか白黒だった思い出が。え、待って、ロボットマンも見えない。いる、ここいる。やばい。ここいるぞ。頑張れ、ダイナモ。うわ、強そう、それ強そう。あ、ちょっと見えるな。ちょっとやばい。足元取られる。敵が。これ、一回バブルで。よいしょ。よっしゃー、よっしゃー。即割、3個バブル使いました。ミスったので。ダイナモ飛んできてよ。ここでさ、キープして張っちゃおう。2対2だから敵の位置分かってよかった。4人だったらボコボコにされず、今。とりあえず塗る。で、スペシャルまた貯める。見てるなぁ。やべ、一発当てたけど、いや、助け。やばい。やばい。頑張れ。お、強い、それ。ナイス。他どこだ。あ、いた。ガバイ。エイムがガバイ。やばい。うわ、割れたけど。味方、ない、あ、ナイス。ダイナモが割ってくれた。俺のバブルを、うまいこと、買ってくれました。あと一発。待って、当たんの、当たってた。嘘でしょ。あ、ナイス。わかんない。当たってんのか当たってないのか、もう、もはやわからないって。しかも、今、マップ見たんだけど、マップどこ濡れてないのかわかんねえ。面白い、でも。本当にタイムスリップしてる、昔に。ここ塗られてる？いや、わかんない、色が。色がわかんない。オッケー、バブル。もう3個使っちゃおう。ここいるぞ。ここいる。あ、やった、最後倒した。え、すごいところ乗って倒したぞ、俺。手すりみたいなところ乗ったぞ。わかんない、勝ったか。ない。あ、勝ってた。しかもギリギリ。ナイス。いいね、これ。面白いね。はい、間違えしました。チョウザメ造船。フェスのステージにしました。夜にしたので。暗くなってるからさらに見にくくなるかなと思って。そして武器も変えました。あ。
星がある。よろしくお願いします。ちょっと今回は、まあ、戦うっちゃ戦うんですけど、俺がこういう金モデラーとか使ってるときは、極力戦わない方針、敵を避けるやり方で勝つのも、塗る、ほぼ塗る勝ち方ですね。今回はちょっと切るってよりかは、まあ、2対2なので、あれ何これ相手チームの色足元見づらいね。この4人でね。4人でやる。え、待って、見えなかった。やばい、ここ白い。待って、フェスのステージだからか。抜けちゃう、抜けちゃう。フェスのステージだから。やばい、やばい、やばい。やべ、来てるな、これ。さっきより色が見づらい。よし、敵陣地入ったぞ。このまま塗ろう。来てるね。北斎が来てる。北斎が俺のとこ来てる。あとね。ここだろう。さあ、どうする。オッケー、こっち行こう。逃げつつだとか。あ、わかんねえ、色。あ、もう一人戻ってきた。もう一人戻ってきちゃった。今のうちでも、ここ塗れるから。もうどこ塗っていいのかわかんないけど。ちょっと色が違うんだよね。オッケーオッケー。あ、ちょっと灰色、くすんだ色がうちのチームだ。で、真っ白が敵チームだ。フェスの色にした瞬間、こうなるんだな。あ、やべ。撃っとけばよかった。あ、やべ、引いた。北斎がいる、北斎がいる、北斎がいる、北斎がいる。北斎がいる。北斎来てる。あ、来てる。でも俺スペシャル溜まるぞ。あ、わかんない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 。白インクだ。あ、北斎だ。よし、このまま荒らす、このまま荒らす。いや、挟まれちゃう、挟まれちゃう。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ。このまま逃げて、倒す。あ、しゃ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 。ちょっと張り付いとこ。バレてない。北斎にやられてる味方が。北斎にやられた味方の分まで塗ろう。うれ。うれ。あ、やべやべ、死ぬ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 。見えない見えない。インクが見えない。やべ。やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。逃げろ。よし、溜まった溜まった溜まった。今、マルチミサイル持ったよね。ええー、ちょっとくそ、分かったんだけどな。どうなってるこれ。うちのジグどうなってんだこれ。分かんねえもう。あ、でも相手ピンチついてないな、ピンチマーク。頑張れダイナモ。倒せるか。ナイス。おら、頑張れ。最後倒したぞ。いや、分かんねえよこれ。どうなってるんだろう。お、分かってた。ありがとうございました。いや、多分みんな相当見づらいだろうね。ナイスでした。見てみんな。色が戻ったよ。もうさっきまでずっと見づらかったでしょ。みんなも見づらかったと思うんだ。やってる俺さらに見づらかったんだよ。ちょっと見やすさのために一旦戻したんですけど、まあ、色あると、やっぱ綺麗だね、スプラトゥーン。はい、間違えました。ハコウグ倉庫の暴れバトルよろしくお願いします。色があります。綺麗だなぁ。大切さが本当にわかる。よーし。で、今回はまた武器を変えて、シャープマーカーを持ちました。やっぱ2対2なので濡れる武器の方が絶対強いと思って。最初プライム使ってたのはあれ、もうちょい濡れる武器の方が良かった。あー、いい。綺麗だなぁ、スプラトゥーンって色。うわ、来てない。来てるか？来てんのか？来てない。まあ、二人だからな。結構濡れそうだね。まあ、一応戦いの多いハトウグ倉庫にはしといたんですけど。狭いから、ここ。ここ狭いから。戦い多そうで。来てるな。ゴムか。おー、狙ってるね。まあ、俺は一応クイックボムがあるから。雪合戦の弾みたいにこれ投げたらドッジボールとかね。顔面に当てちゃえばいいんだよ、顔面に。顔面セーフらしいが。最近の子供たちはわかんないな。俺が昔の時は顔面セーフ。あと女の子は優遇されてた。先生チームがいた。女の子が多いチーム。先生めっちゃガチでやる。体育科の先生だからさ。あ、これ怖い怖い怖い。やばい、ちょっと、あ、でも降りてるあれ。やばい、やばい、やばい、助けて助けて。
お、一緒に。よし、ナイス、ナイス、ナイス。ナイスだ。ちょっと前出てもいけるか。ダイナマが復帰してっかな。危ない。うわ、これ危ねえ。ちょっと一回下がろう。ボムラッシュ。うわ、強え、怖え。なんだあれ。ダイナマあんな強いのか。やばい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ボム。丸見さんも来た。まずい。やばい。どこで撃ってんだ、丸見さん。見えなかったな。北斎が頑張ってる。お、ナイス玉来たぞ。ナイス玉落ちてくるとこね、ボムめっちゃ置いとこ。これめっちゃ嫌そう。よし、いけ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 。来るぞ。来るぞ、これ。ここ、ここ来るぞ。あ、おー、見やす。さっきよりロボットボムが見やすい。死ぬー、危ねー。わー、ごめん、やられちゃったか。ありがとう。びっくりした。うわー、怠慢だ、頑張れ。でもマルチミサイルが入っている、どうなる。ここ塗られてるけど、これなんだ、マルチミサイルか。あ、味方がやられてしまう。やばい、取り返されたぞ。うちのチームを取り返さなきゃ。これ取り返そう。ナイス。これ。あ、うちの自軍塗られてるわ。これも、ボムラッシュで一回。撃退だ。ほい。あ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。色の大切さがわかるよ。あー、やれちゃったか。惜しい。最後抜けられちゃったもんな。ね、でも目チカチカしたわ。あれでやってからやると目チカチカするんだな。気をつけないと。